どうもー、かげやんです。今日は、2019年9月23日月曜日、祝日ですね。ということで今日もね、ウォーキングをちょっとね、この2日間ぐらい雨降ってたんでちょっと歩くも、してなかったんで、歩くウォーキングをねしてなかったんですけど、また今日はちょっと今のところ雨が上がってるんでしたいと思います。今日今ね、時間でいうと朝の5時半ですね。ちょっと今日は早く目が覚めたんでこの時間にウォーキングしたいと思います。ということで今日はですね、僕はお店をしてるんですけども、でお店の宣伝のねためにね、新聞折り込みをしたんですよ。新聞折り込みね。で、近所に僕の友達が読売新聞のあれ販売所というか、販売営業所っていうかね、そういうのやってるので、そこに折り込みを頼んだんです。でそこへ頼んだのが2000部頼んで、そのレスポンスですね、反応が、1人、たった1人やったんですね。ただその1人なんですけど、1人なんですけど、あれです、その1人が、1人の方が、3回今のところ毎週毎週来てくれるっていう形になって、すごくまあまあいいお客さんですね。いいお客さんいうのは、その来てくれるからっていうことじゃなくて、その人、お客さん自身の人間的になんかすこういいお客さんやなっていう、お客さんが僕のいい感じのお客さん来てくれてるなっていう感じで、まあまあいいかなという感じ。もうちょっと反応が欲しかったですけどね。でその次に、朝日新聞にね、3450部ね、折り込みチラシを入れたんです。で反応がね、なんとねゼロなんですね。ゼロですよ。3450部入れてゼロ。一部3円かかってます。3円に消費税かかってるんです。でチラシの印刷代もかかってますし、ね、だからいろいろお金がかかっててゼロっていうね、いくらなんでもゼロはないやろっていう感じがするんですよね。ほんでなんでやろうっていうか、そのちょっとショックやったりもしてね。まあでもやってみないとわからないし、いろいろこう考えてて、でそういうことを考えてる時にね、考えてる時というか、ちょっとショックを受けて、どうしてこう知らせていけばいいんかなっていうふうなことをね、考えてる時にね、斉藤ひとりさんの動画を見たんです。斉藤ひとりさんの、そしたら無何もないところね、無から生み出せっていうようなね、動画をやってはったんです。ですぐね、商売でその有っていうのは、まあお金を使うっていうことなんですけど、お金を使ってそのお客さんに喜んでもらうこととか宣伝することをするんやけども、もっと無から、だからお金を使わないで何かこうやれと、その販売促進になることをやれというような意味やと思うんですけども、でそれを聞いた時にね、なるほどと。俺はだからお金を使ったらお客さんが来てくれると僕は思ってたんですけど、そういうことじゃなくて、お金を使わずやれることがあるやろと。そのお金が使わずやれることを全てやりきった後に、やっとお金を使って宣伝せえと、それでもあかんかったら宣伝せえと。だからまだ僕が完全にね、その全部出し切ってないというか、やりきってないっていうところがあるんじゃないかなというふうに思いましたね。すごくこう自分に気づかされるような動画やって、すごくいい動画やったんですね。まあ YouTube やったんですけど、それでまあちょっと考えて、
これからちょっとやっていこうかなっていうふうに、思っております。ということでね、今日はね、折り込みチラシの反応がないということについてね、ちょっとお話をさせていただきました。さあ、今からもうちょっとね、歩いて、今日も3キロぐらいだと思うんですけど、ウォーキング続けていきたいと思います。ありがとうございました。